モテモテコーデチェンジ。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はデート3コーデを作ってみたいと思います。何を使ってっていうと、ドカジュアルのこのチノパン、普通のチノパンに比べるとワイドになっているので、足のラインもシーのラインも拾いません。ハイウエストになってるんですけど、私3年前に日本のブランドなんですけれど、多分セールで5990円とかそんな金額で購入したものでした。で、これを使って3つコーデ作るんですけれど、まず1つ目の定番の白タンクティー。今日もね、私この黒タンクティー着てますけど、そして上に乗っけてるのが無印良品の長袖 T シャツ、ね、黒とベージュ決めてみました、はい、頭に巻いてるのはちょっと三角形っぽい感じのストールを頭に巻いてます。こんな感じを作るんですけど、ドカジュアルの中にどういう風にデート仕様にしていくか。そして2つ目モテコーデ、夏のね肩見せコーデです。そして3つ目、この黒の麻のシャツを使ってちょいと高級なお店でも問題なく素敵なコーデになるかというところを一緒に見ていきたいと思います。それではチェンジ。じゃん、はい、ドシンプルな白タンクにこのようにね、ちょっと赤とピンクの間ぐらいのセーターを背中に巻いてみました。そしてね、ド定番の揺れるピアス。男子は揺れるものが好きなんです。風にこうたなびく美しいお花畑のお花たちのところにヒラヒラヒラって蝶々がやってくる。キラキラしてるもの、キラキラっと動くものに男心を奪われるというわけで、鉄板のものをつけてまいりました。そしてね、なんでこのマゼンタピンクのセーターを背中に巻いてるっていうかっていうと、2つ理由があります。1つはまあ差し色、顔が明るく見えるっていうのもあるんだけど、2つ目、求愛のサインです。どうしてみんな口紅を塗るかって知ってる？それも求愛のサインなんです。生物学上、人間だけじゃなく動物の女の子たちっていうのは、子供が産めますよっていうサインが唇が赤くなるっていうんですね、月周期の中で。そういう時に男子はそれをチェックして素敵っていう風にやってくるっていうのが摂理なんですね。というわけで、ドキュンとさせるピンクのものをこうやってお話ししてる時に目に入りやすいところに巻いたという心理作戦でございます。いかがでしょうか。こんなシンプルなものにそういう深い心理的なものが入っていたっていう感じでございます。それでは次、モテモテコーデチェンジ。はい、2点目です。はい、上下コットンで健康的に合わせてみました。大人の肩出しスタイル、ちょっと冒険って思われるかもしれません。でもね、一つ法則として覚えておいてください。上を露出したら下は隠す、下を露出したら上を隠す。はい、これ鉄則、大人の鉄則です。その方が大人の品の良さ、セクシーさ、知性みたいなものも演出できると思います。でね、今回どこが高見えなのって言うかもしれません。ここ2590円。というわけで、大人のデートスタイル2点目、ほんのりセクシーな&健康的な2点目でした。はい、3点目です。保湿付きのレストランだとか、ちょっぴりいいところにデートに行くためのコーディネートです。はい、とってもシンプルですよね。こちらはね、コットンですよね。で、上はユニクロのプレミアムリネンシャツ、ネイビーをこの間買ってました。で、これね、結構ね、しっかりと詰まっていて、素材がね、しっかりしてるので、安っぽく見えないんですよ。で、ちゃんとしたところに出かけられる場合は、ぜひともね、パリッとアイロンを当てていただけると、より高見えします。でね、お約束の三首、手首、首、足首を見せることで、スッキリ感、そして着痩せ効果っていうものも出ます。ぜひともトライしてみてください。そして今回ね、ちょっと大人セクシーを演出するためにボタンを1つだけ多く外しています。気になる方は中にね、インナーをお召しいただくのもいいと思います。ネックラインを開けることによって小顔効果っていうのもゲットできるということなので、トライしてみてください。それとね、こういう白いシャツを合わせるのも確かに清潔感があって夏らしくていいなっていうふうに思うかもしれませんが、こういう薄い色だったりとか、それから素材的にコットンだったりとか、ちょっとお休み系の素材の場合、できればこのような明るい色よりも濃いめの色、暗い色を選ばれる方が高見えになりますので、ぜひとも
そのようなものに対しては濃いめのものをぜひとも合わせてみてください。あ、そうそう、それからね、あとね、少し色を足したいわっていう人に、一番最初のコーディネートで使っていたセーターをこうやって肩に巻いてみても綺麗だと思う。ちょっとね、カジュアルになるけれども、暗い色は嫌だわっていう方は綺麗な色を巻いてみても素敵なんじゃないかな。このパンツ GU にもありました。コットンじゃなかったんだけど全く同じデザイン、ちょっと見てみて。確かね、2990円だったと思う。それとね、ただだし冒険怖いと思われるかもしれないけれど、同じく GU と ZARA にも同じようなものもありましたので、ぜひこの夏トライしてみてくださいね。あと、もしこのシャツをね、もっとカジュアルに着たいよっていう場合は、少し抜いてお召しいただくとカジュアルになると思います。いかがでしたでしょうか。大人の夏のデートコーデ、デートっていうとね、旦那さんとデートはいいです。あ、素敵な人と出会いたいっていう方のデートでもいいと思います。大人のデートコーデでした。それでは、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。ぜひね、まだチャンネル登録されてない方、こちらにお願いします。そしてね、ぜひ最後までご覧いただいた方、高評価もいただけると嬉しいです。